ナオコさん、とっとと綱暗殺して主役になるんだもんね。とっとと決めろ忍者。男女防弾。諸君、元気かね。またおめえか。脇役が嫌でもう劇に出ねえんだろ。邪魔しに来たんなら帰れ、アホ牛。ちっちっち、ランボさんは邪魔しに来てないぞ。主役の付き人やるんだもんね。またおめえはわけのわかんねえことを。まあまあ極寺君、俺も付き人やってくれるなら助かるし、いさせてあげようよ。十代目、 あいつがおとなしく付き人なんて絶対やるはずありませんよ。別にいいじゃねえか極寺、一人でも人数多い方が楽しいぜ。そうよ、ランボ君、一緒に練習しましょう。くそー、あいつ絶対なんか企んでるぜ。まあいい、始めるぜ。10代目のシーンからですって。何10代目に密着してんだおめえは。どうしたのランボ。なんだよ、これじゃ動けないって。うはい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 、そら死にさらせ。あの野郎、やっぱり10代目危ない。ぐわ、あれ、100発100中のレッジが外すってことはこれ不良品だもんね。極寺君、俺の身代わりに。極寺君、気にしないで。10代目、これが私の使命なんだから。うん、え？なんなのよこれ。おれ。なんだ極寺、女の子に変身か？笑わないでよ。おえ。なんなのこれ。おえ。極寺君がランボ、一体何を撃ったんだ。デンデロデン、秘密兵器男女ボーガン。オカマがいるじゃん。なんだよそれ。男女ボーガンとは、撃たれた人間の性別が一日変わってしまうという恐ろしい兵器だぞ。一日なんて耐えられないわ。おえ、もう私喋りたくないわ。おえ。でもなんかちょっと可愛いかも。そうかな。そうだ極寺、写真撮ってやろうか。あなた殺すわよ。おえ。こっち来んな。